皆さんこんにちは、ルシル系の曽根です。鈴木です。6月のイベントのご紹介をしたいと思うんですけど、今回のテーマは自分色を見つける会ですね。私たち毎日好きなジュエリーは自分で分かってるんですけど、はい、なかなかそれが似合うのかなってちょっと疑問に思うこともあって、なるほど、お客様からもいろいろ質問されたりするので、はい、今回は自分色を見つけていただくためにパーソナルカラー診断を皆さんに体験いただきたいと思います。それではパーソナルカラーリストのちえみさん、よろしくお願いします。似合う色だけではなく、好きなものや内面の色も大切にしたパーソナルカラー診断をされているちえみさんにご来店いただきます。そもそもパーソナルカラーって何ですか？パーソナルカラーっていうのが、その方の瞳の色とかお肌、髪の色とか質感に似合う調和する色のことをパーソナルカラーと言っています。なるほど。特殊な布を使ってその方のお顔写りを見るっていうのをパーソナルカラー診断っていうふうにしています。特殊な布って何ですか？はい、こちらですね。はい、ドレープという布を使って診断するんですけど、はい、色が単色ではなくて、このようにグラデーションでつながった布を使って診断しています。はい、はい、微妙に違うんですね。そうなんですよ。はい、これで何が分かるんですか？そうですね、このドレープ布を顔の下に当ててスライドすることで顔の色が変わって見えます。へイエローベース、ブルーベースっていう黄みがかった色とか青みがかった色で、その中間のニュートラルっていう細かいところまで調べることができるので、その方を魅力的に見せる色っていうのがこのドレープを使ってつけることができます。顔色の違いはもう一目瞭然で分かっていただけるので、ぜひ体験していただきたいなと思います。私やってもらいたいです。ぜひぜひお願いします。はい、準備ができました。それではちえみさん、よろしくお願いします。では最初にベースカラーを見ていきます。はい、ベースカラーというのが黄みがかった色、イエローベースと、こちらがブルーベースといって青みがかった色を調べていきます。色の反射によって色の見え方、顔色の変化が起こるので、それで似合う似合わないが分かってきます。全然こうお顔の雰囲気違いますね。はい、こちらのイエローベースは足し算効果があるので血色を足す効果があります。で、似合うと、まあ、元気はつらつに見えるんですけども、うん、似合いづらいとちょっとお顔が気ぐすにしたような感じに見えてしまいます。はい、こちらのブルーベースっていうのは引き算効果がある色なので、はい、お顔の血色感を引くので色白さんに見えます。明るくなりますね。で、このドレープだとイエローベース、ブルーベースの間のこのニュートラルっていう真ん中中間の色も細かく調べれるっていうのが特徴になっています。はい、で、リカさんはこちらの方が色白さんに見えてトーンアップして見えるのですごくお似合いになるんですけども、このブルーベースの範囲でもブルーベースが強すぎる、青みが強すぎるところだとちょっと青白くなりすぎてしまうので、うん、ブルーベースが弱いこのあたりですね、うん、色がすごく綺麗で青色がトーンアップしてね。なんかすごい分かりやすいですね。なんか素人から見てもあ、そうだなって思いました。うん、次は、色の明るさ、暗さを見ていきます。こちらが暗い色、急に暗い色で、はい、うん、だんだん明るくなっていきます。黒に近づくとお顔がすっきりシャキッとして見えて小顔効果も出てるのですごくお似合いになってます。で、明るい色もすっきりカラーなので、うん、F 版効果のような感じでお顔が明るく見えます。で、リカさんがちょっと苦手なのはこのグレーが入ったゾーンなんですね。で、グレーの効果がお顔をちょっとぼかす効果としてちょっとマイナスに働いてしまうので、はい、グレー、そうですね、暗くてすっきりした色か明るくすっきりした色がとてもお似合いになります。カラー診断なんで、はい、なんかこういいことを知るわけではなくて、自分が苦手なお色味もここでわかるってことですね。
そうですね、はい、自分の似合う色はもちろん分かるんですけども、立ち位置みたいな感じで分かってくるので、まあ、苦手な色っていうのももちろん分かります。似合う色が分かるとやっぱり自信を持って着ていただけるっていうのもすごくいいところかなと思います。確かに。では次は鮮やかさになります、はい、こちらが鮮やかさが少ないところからだんだん鮮やかになっていきます。色の濃さっていうふうに考えていただきたいんですけども、はい、こちらに行くとちょっとセピアっぽい、あ、確かに、はい、色がちょっと褪せてくる、抜けてくるところになります。で、だんだん絵の具の色のように色がたっぷり入ってくるのが鮮やかな色になります。字だとなんかすごい沈んでる感じがして、そうですね、引き算効果、こちら引き算効果があるので、お顔を、白く見せるっていう効果はあるんですけども、似合いづらいとちょっと元気がなさそうに見えてきてしまいます。こちらの鮮やかな色の方が目力が出て、すごくこう生き生きして見えてきます、うん、まあ、似合う色だけじゃなくって、アクセサリーとかお洋服の柄とかデザインとかにも関係してくるので、細かく色だけじゃなくデザインとかも分かってきます。でこちらの鮮やかな方がちょっと苦手なので、控えめなアクセサリーっていうよりは少し華やかな重ね付けとか、うん、はい、デザインがしっかり入ったものの方がお似合いになります。あ、なんかすごい面白いですね。当日お客様にもこの3枚の布を使って診断をしていただくっていうようなことですよね、うん、そうですね、はいはい、3枚使って、まあ、似合う色と、はい、アクセサリーのデザインとか、うん、重ね付けとかの方法とかもお伝えできたらなと思っています。なるほど。似合う色と好きな色が違うっていう場合も多いので、うん、その時の似合わせ方法っていうのもお伝え、させていただこうかなと。似合わせ、なんかあまり聞かない言葉ですね。そうですね。リカさんの場合だとやっぱりこのちょっと穏やかな色が苦手なので、似合わせるとしたら自分の得意なこちらの鮮やかな華やかな方に持っていきたいっていうので。なるほど。穏やかな、華奢なアクセサリーとかの重ね付けをすることで華やかさ、この色で、はい、そういう風にしてちょっと似合わせるっていうことをやっていく。なるほど。やっぱりお洋服とジュエリーとっていう関係もありますし、はい、パーソナルカラーはメイクとかヘアカラーとかも関係してくるので、本当に細かく似合うものがたくさん分かります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。診断結果はカラーチャートにしてお渡しさせていただきます。いかがだったでしょうか。当日はこのような形で皆さんにカラー診断を受けていただけます。ご予約優先となりますので、ぜひ皆さんご予約をお願いいたします。当日はちえみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、パーソナル診断楽しみですね、はいはい、でも忘れていませんか。まずはこちらですね、はい、バッグになります。今回のフェアはバッグとジュエリーのコラボという形でやらさせていただいているんですけど、このバッグに関してはもう本当にお客様からルシルケバッグ取り扱わないの、なくなっちゃったのっていう声が多かったので、まあカムバックというような形でバッグの方を100点以上ですね。100点以上ですよね。でこの中にももう本当に特別価格の商品なんかもご用意していますので、バッグが勢ぞろいします、はい、そして忘れてはいけない肝心のジュエリーですよね、はい、ここは専務にお願いします。じゃじゃん、こちらです。こちらはアクアマリンの最高峰のサンタマリアアクアマリンです。お、そしてこの美味だけじゃないんです。なんと指輪かネックレス製作をして29万8000円でやっちゃいます。なんかこの濃いアクアマリンってなかなか見ないですよね、はい、そして夏といえばブルーなので、まあ、本当に夏先取りみたいな形で、ただ限定なんですよね、はい、売り切れ次第終了となります、はい、なのでずっとサンタマリアアクアマリン
欲しいなって思ってた方いらっしゃると思うので、はい、この機会にぜひ足を運んでいただけたらなと思います。それから普通のアクアマリンとぜひ比べていただきたいと思います。そこも面白いですよね、はいはい、それでは肝心の日付なんですが6月21、22、23、金土日の3日間です。今回はパーソナルカラーを含めて自分色を見つけていただける自分色を見つける会です。ぜひ皆さんのご来店お待ちしております。お待ちしてます。